あ、どうもこんにちは。こんにちは。今日のゲストは、はい、うなぎの寝床の代表白水さんです。よろしくお願いします。めちゃ何なんやろ、白水さんといえば何。超有名人じゃないの。超有名人やろな。全然ですね、もう全然一般の人に全然知られてない。今日もちょ絶対めっちゃたくさん見ると思うよ。今まで何十人も。だってツイッターとか見るのも。白水さんがツイッターでつぶやいてくれたらもう一気に見てくれるはず。ツイッターもさ、だってちょいちょい出てくるもん、やっぱ白水さんっていう名前が。そうの話を聞いてとかっていろいろ出てきますからね。なんか私たちも結構どっか行くときあるじゃん、たまにやけど、うん、そしたらもう、あ、白水さんがって言われる。そうやろ、うん、玉木さんといえば。業者ですよ、業者。業者のおじさんは。業者の友達は結構知り合い。一般の人は全然。なんかすごい日本全国、うん、すっごいいろいろ行ってるでしょ。ね、ほぼ、なんていうの、じっとしてる。でも行ったり来たりはしてますよ、うんうん、と思って、うん、そうですね、白水さんと全然紹介せんでええか。うなぎの寝床さんといえば、もんぺじゃないですか、はい、最近、まあ、もんぺ、代表作もんぺなんですけど、これからそのもんぺ以外になんかこう、こんなことやりてえなみたいなのになるんですか、うんうんうん、あります。例えば、モンペ自体はやっぱクルメガスリーをどんだけ回せるかみたいなところで一つやってきたので、はい、もちろんアギナイとしては一つ軸でもあるし、コミュニケーションツールでもあるんですけど、うん、はい、でも玉木さんたちもそうだと思うんですけど、はい、基本的にはやっぱ現場を見てほしいっていうところが中心にあるので、うん、でもただ物だけ流通しててもなかなかそこまでいかなかった、うん、で玉木さんたちの場合は多分こういう工場を開くっていうところで多分それが実現してると思うんですけど、僕らは工場持ってないので、ツーリズムっていう形とか出版っていう形でそのルートを作れないかなと思ってるのが本当 7月ぐらいから。今まさに今これ宣伝しないと。これ本ね。これは白水さんもうなぎの寝床さんとしても関わってるんですよね。そうです。リパブリックっていう会社とうちで別会社を作って、はい、うなぎの寝床の本体の方は一応物と人を通して地域文化をどう伝えれるか、まあ物流ですね。はい、こっちの方は体験をどう作れるか、うん、はい、っていうところが、中心の会社で、出版業的なとこですよね。いや、基本的にはその作り手じゃな、なんていう、使ったり、いろんな人に現場に足を運んでもらって、うん、はい、自分事として捉えてほしいっていうのが結構メイン。あ、そう、トラベルやもんね。なので出版はこれ出版をしたいっていうよりもあくまでもその、うん、なんだろう、もうちょっと物、こうですよ、物アップもね、はい、こう、うな、なんだろう、はい、出版業をやりたいっていうよりも、うん、単純に来てもらう前にしっかり情報を知ってもらったりとか、うん、そのきっかけを作るっていう意味合いでの本ってことは、これからこれが入り口になるわけですね。そうです、これは、まあ、完結も何もしてないし、うん、めちゃくちゃ深くももちろん載せれてないけど、まずさっと知ってもらうきっかけを作るっていうところと、うん、はい、その一つ一つは入り口は書いてるので、そこから先は現地に来てもらって、うん、物を買ってもらって、うん、使ってもらったりとか、うん、工場を訪れる仕組みみたいなのを僕らが作って、そこをちゃんとガイド付きで案内できたりとか、うん、そういうルートを今後作りたいなっていうところが次のビジョンですかね、はいはい、昨日だったこれ発売。昨日めっちゃすごくない？ほやほやです。めっちゃタイムリー。ほやほや。いいタイミングで。ほやほや、昨日です。宣伝ですけど。ちょっとこう横にこうなんて。隠れるから調べます。やめて。そうそうして、はい。こうちょっとこう行ったり来たりして。そうですね。はい。やっぱ基本的には、はい、やっぱ体感してもらわないと人の経験ってなかなか変わらないので、はい、でもそこに行動するまでに結構ハードルがいろいろあるので、その一つの、はい、きっかけ作ってるような感じ、はい、はい、これが目的ではない、あくまでも通常の感じ、はい、下ろしてもリムちゃん
殺したくなるもん、はい、はい、ちなみにちょっとせっかくなんで白水さん的、僕らよく聞いてるんですけど、はい、白水さん的玉木新芽ってどんな感じですか？そうだね、それ聞きたい。最初はやっぱショールのイメージで、雑誌でカラフルなショール作ってるなっていうところ第一印象のイメージしか最初実はなかったんですよね。なかった、はい、なんか最近よく乗ってるなみたいな、はい、でもやっぱ行ったら、まあ、そもそも工場を持ってるっていうこと自体、うん、最初よく分かってなかった、はい、でも行ったらまずご飯食べてくださいって言われて、はい、しかもそれがあの割とビーガンに近い、はい、ビーガン近いというか、まあ、ビーガン、はい、肉とか使わずにやってる、はい、まあ、あのそういう食べルームっていう場所、今ここで撮影してるところがあったりとか、実際工場もかなりあらかじめ開いた設計になってたっていうところで、その見てもらいたいっていう意思も感じたし、まあ、売り場で全体が見れるし、スタッフの人たちももちろんそういうマインドがあるし、はい、なおかつコットンも育ててるっていう状況、はい、畑もやってるっていう状況も分かってきて、はい、この人たちはものづくりをしたいっていうよりも、うん、結構村みたいなものを作ろうとしてるんだなっていうのが、うん、やっぱ来ての印象ですかね。どうですか白目さん、今結構いろんなとこ行ってますけど、はい、こんな感じってありますか？ないですよね。ないですよね。ないですから。ないです。なんかやっぱそのものづくりはものづくり、日本人特にそうですけど、やっぱ戦後分業してって、ものづくりはものづくりで生活は生活みたいな形で分けがちなんですけど、はい、僕も玉木さんとこそういうものづくりの会社と思ってきたけど、はい、あくまでも生活が多分先にあって、うん、その中での衣食住の衣からまず完結させていこうっていうところ、はい、でまず農業とかに行ったりっていうところにしてるのかなっていうのは、うん、来て初めて分かった感じですかね、はい。それはもう白水さん的には結構好感やったってことですか？いい感じの感触というか。そうですね、基本結構、うん、あとはまあこの大きさのものを立ち上げてしまう、はい、ちょっとクレイジーさとか含めて、はい、変態っぷりやね、うん、あんまりなんか自分でこれやれるのかなとか、はい、やっぱちょっとクレイジーだなとは思いました。あ、まあいい意味で、うん、クレイジーです。クレイジーです、おかしい。え、それおかしい。おかしい、うん、いいでしょう、うん。逆にお前から見た、うん、うなぎの寝床さんってどういうイメージなの？私がこうブランド立ち上げた時にいろんなこうどういうふうなものづくりをしてたらいいか、これから日本どうなっていくんだろうかって思った時に、やっていこうと思ったビジョンの中の一つではあってん、うん、なるほど、うん、こういろんな産地に出向いてこうつなげていく、うん、でプロデュースしていくっていうのはありだなってちょっと思った時期があったけ ど、うん、私人苦手やったから、苦手やな。ちょっと無理かなと思ったら、そこつなげる、お前も俺も苦手やん。苦手やね、うん、だからどちらかというと掘り下げていくタイプというか、だから自分でやりたいタイプやから、うん、なかなかこう上手に白水さんのようにつなげるっていうのは、うん、産地とかこのやっぱ日本のものづくりで絶対いると思うね、このつなげる人、うんうん、今日本に欠けてるのはそこだから、それをやるべきかなって思った時に一瞬だけあるけど、うん、私の能力的に無理と思ったから、それをやってる人がいると思ってすげえと思った、ね、うん、見に行ったし、あ、本当にちゃんとつながってる。でもここだけの話、うん、ここだけの話、まあ、ここだけってそんな、ここだけじゃない、ここだけの話や、はい。で、白水さんってうちのでもフィクサー的存在やんな。なんかいろんな、そう。それ違うよ。二人のなんか同盟やろ。同盟を結んでる。男同士の。そう、ね。つなぎ役みたいなでしょ。そうそう。だから駆け込み寺的になってるもん俺も。え？そうそう。だからなんかの時は白水さん聞いてみようみたいな。あ、酒井が駆け込み寺に使ってる。そう。使うっていうのにちょっと言葉あるけど。そう、ごめん、じゃあ、そう、なんか。お願いする。お願いする。お願いする。いろんなこと聞いてるの今。聞いてるっていうか、そう、電話したりとか。そう。そうね。じゃあ、酒井君から見た白水さんは？なんかもう、あれじゃない？どんな感じ？ハブみたいな人じゃない？ああ、確かに。なんか、ほら、これっていう、こう、
カッてここでカチッとこうそれこそさっき言った定点じゃなくて、うん、ずっと動いてる感じだから、それでもそれもなんて衛星みたいな動き方じゃなくて、うん、結構こういうふうに動いたりこういうふうに動いたり、うん、なんかでそれでいろんなものをこうつなげていくっていう意味では、うん、なんかすごく柔軟なハブなイメージがある、うん、情報をいろんなとこでいろんな角度でインプットしてる感じ、そうそう、ハブ的な存在、確かに、うん、いや、なってるでしょ。はい。はい。すごいね。まあ、白水さん、多分、白水さんっていう名前だけ先行してる人からしてみたら、うん、もちろんほら、イメージは多分雑誌とかいろんな情報サイトで載ってると思うんだけど、実際喋ると、うん、そんな、こう、べーって喋る人じゃないやん。喋るときは喋りますか？そう。スイッチ入ったら喋りますよ。はい、まあ、でも、そのなんか、ブワーっていうタイプじゃないってことね。だから俺とかアホやん。でも、白水さん、ほら、アホなこと絶対言わんやん。そうやな。俺らとは違ってすごいロジカルな考え方もできるし、そうや、ね、ロジカルに発言もできるやん、そ う, です、そういうとこ見習わなあかんよな俺らな、感情派やから、そう、感情や直感すぎてすぐ拗ねるしな、そう、直感すぎて何言ってるかわからんみたいなこと多いやん、今のこれ今過去の YouTube も過去の YouTube 機嫌悪いとかね、そう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 、明らか不機嫌とかあかんな、そうそう、ちょっと前のみでお願いしますよ、そうですね、これってちなみに下水さん、このウナはこの雑誌はもう書店で結構全国でこれから売られていく感じのイメージですよね。そうですね、はい、自分たちで声かけた書店と、うん、あと僕らがモンペとかいろいろ卸してる卸先とか、うん、どっちかというとまあガーッと流通させるっていうのも意図を分かってもらってるところに置いてもらうみたいなイメージで考えてます、うん、はい、これほぼ全国で売られていきますんで、まあ、ネットもあるので、うん、ネットもあります、見てください、はい、え、うん、何で笑ってるで今日はだって来てもらった理由とかもちょっとだけ言っといた方がいい、ね、あ、今日来てもらった理由は、うん、このウナっていう雑誌のことを僕たちが最初聞いたよな、そう、お話で、はい、お話さ、面白そう、そうで面白そうっつって、でうちのなんかそういう雑誌というかなんか、はい、うちのなんかそういう説明書的なのを作ってくださいっていう話から、うん、今日打ち合わせに来てくださいました、そうですね、はい、それはちょっと指導しそうやから楽しい、しそうじゃない、するやろ、する指導 します、はい、でもどういう形になるかわからんけど、そうだね、もうゴールは決まってるからね、そうそう、まあ、1年後に向けてっていうところだけは決まってる、まあ、と同じ形態っていうよりも、うん、あり方みたいなのを議論しながら、そうですね、今やってる段階なので、まあ、今日はあの白水さんと、あとはこのウナ リパブリックの田村さんとか、あとウナの編集長の田村さんとか、あ、ご夫婦ですご夫婦も来られていたりするので、そのご夫婦はおいおい多分、あ、おいおい出演出ないといけない、もうそれ使命なんで、はい、おいおい出ていただくので、ただいかんせん多分そのご主人よりも奥さんの口下手なので、そうですね、こういう、いや、こういう時に喋れるかなって言って、テンパって喋れるかな、テンパって喋れるかなっていう心配ありますけど、はい、まあ今日でも今日のゲストは白水さんで、あ、概要欄にあのうなぎの寝床さんのリンクは貼っておきますんで、また皆さんチェックしてくださいね、お願いします、はい、で今日のゲストは白水さんでした、はい、ではまた。